私は血栓病患者です。痛かったり苦しかったり体が動かなくなったりするんですけども、だからこういう病気から自分が学べることがたくさんある。寝たきりで苦しくて大変でもとても楽しい人生って生きることができるんじゃないか、